どういうこと？日向坂イリュージョンする WWW イズミュージックで絶対的大六感を披露した日向坂。いつもの衣装で披露したはずだったのに、最後証言時とか堀に寄った瞬間、衣装が変わっていることが判明し、どういうことなんだと話題に。これにお日様たちは、一番最後のアップされた時だけ音符衣装に変わった。てか最後だけ音符衣装だったんだけど何が起きた？マジック、イリュージョン。なんで最後のよりだけ音符衣装？ W、最後だけ別撮りなんて、そんなことあるか？ W、なんで最後だけ音符の衣装なんだ？笑い、絶対的謎。なんか音符衣装になってたけどもうマジカル始まってる？最後の音符衣装、歌番組は2回パフォーマンスするって前に京子かな？誰かが言ってたから、その1回を音符衣装でパフォーマンスしたならフルで見たいな。番組観覧者は音符衣装のも見えたってことなのかな？でも編集で最後だけ入れる意味が謎 W。